ルデフリーがリマーク前、劇的勝利でもバイエルンは激弱敗北矢印これってう。レバークーゼン来た、いやーすごいわ、また奇跡来た、いいもの見せてもらったわ。マイアンハンだが、このチームに勝てる気が全然しないんだわ。なんかレバークーゼン1世紀分の運使い果たしてないか、破産とかしないかバイエルじゃ。レバークーゼン、ほんと今シーズン何度目の劇的逆転だよ。無敗伝説は続く、次はポカール準決勝フォルトナとか明らかに格上だがホームゲーム。これが今のレバークーゼンとの差か、今日も後半最後で逆転勝ちだもんな、なんだ持っているのな。誰の呪いとか言ってるけど単純にレバークーゼンが強すぎるんよ。さっきから450戦以上無敗状態やもん。もう負ける気しないわう。ケインはダントツで得点王なのに、ミンジェのせいでこのざまだよう。ケインもケヘルも被害者でかわいそう。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメント、よろしくお願いします。